パイナガマビーチパイナガマビーチの石碑。右側は清掃活動を行う、米海軍第七艦隊音楽隊パイナガマビーチは、沖縄県宮古島市矢座南西里にある、砂浜海岸である。パイナガマは、漢字で表記すると、南長官となる。宮古島の方言で、パイは南を意味し、長間は長い浜がを意味する、長浜の歯が脱落したものと考えられている。 平良市の繁華街から徒歩圏内の国道390号沿いにあり、市民や観光客の憩いの場になっている。2013年の利用者は55,300人。沖縄県では年間利用者数が、おおむね1万人を超える水浴場について、シーズン前及びシーズン中に水質調査を行っているが、パイナガマビーチは2017年のシーズン前の調査で、 水質 AA と判定されている。遊泳期間は4月1日から10月30日まで。シーズン中はハブクラゲの防止ネットが設置される。海岸には海岸式のコンクリート護岸が設けられているが、老朽化が進んでいたため、2011年度から2012年度にかけて基礎の補強、遮熱効果のある塗料の吹き付け、車椅子用スロープの設置などの整備工事が、 行われた。また、砂浜の侵食が進んでいるため、対策が検討されている。従来のパイナガマ公園を増設して、パイナガマビーチの南西に隣接して整備された都市公園で、パイナガマビーチとは遊歩道で結ばれる。宮古島市内の都市公園で、初めてバーベキューなどの柿使用が認められている。1978年に都市計画決定。 1996年に事業採択されて整備が進められた。2016年からすでに利用されている施設もあったが、正式には2017年10月1日に供用が開始され、11月12日にオープニングセレモニーが開催された。面積は8.9ヘクタールで以下の施設が設けられている。ありがとうございます。